はい、中学1年生英語です。いっぱいなんだか書きました。次回まとめのテストですね、そこで、認証代名詞の核変化というところまで、ね、範囲として出していきます。三単元の S、 それからこの認証代名詞の核変化ですね。はい、それなんでまずこの、ね、核変化表を書けるようにということで、予告対策のプリントにも紹介しましたけれども、曖昧未昧、ね、前回も前々回あたりも、ね、こういったような表を作り上げようということを書いてき、ま、やってきました。それなんでこの表がまずしっかり書けるよっていうことが、まず1番目ということでございました。いつも単語かなんかを書いてもらってる代わりにね、もう最初で1番あたりでもうこの表を作ってくださいという問題で、ね、作っていこうと思ってはおります。そこで今日はこのね、それぞれの日本語出てるんだけれどもね、穴埋めの形でね、さてじゃあどの場所には何角でね、なんていう言葉を入れてったらいいのかな、なんていう言葉を何角で入れてったらいいのかなということでね、見ていきたいなということですね。まずそうだね、英語の作りとしてですね、全てじゃないんですよ、全てじゃないんだけれども、まず英語っていうのは、はい、最初主語という言葉が来ますよね。何々は何々がに当たる主語という言葉、その後に、何か動作を表したりっていうことでね、動詞という言葉が続きます。で、その後はいろいろなんだけれども、はい、ね、目的語というのが来ることが結構、ね、多いかな、今まで書いてきた中でね。例えば、目的語っていうのは何かっていうと、はい、何々をとか、何々にに当たる言葉、目的語と言います。ですから、例えば、ほら、私はテニスをしますね。I play tennis とかさ、ね、私は、音楽が好きです。I like music とかね、ということで、この何々を何々にに当たる言葉、ね、これを、ね、目的語というふうに言っていって、この主語、動詞、目的語からなる文章っていうのが、結構私たち今までね書いてきてる感じかなというところではありますですね。はい、そこでね、今核変化ということでいろいろこうごちゃ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 ね書きましたけれども、はい、主語として入ってくる形、ね、主語のところで使う形が、はい、この主格なんですね。はい、一番最初、文の最初で何々は、はい、何々は何々がに当たる言葉、主語として使う時の形がこの主格なんです。はい、そして動詞の後で何々を何々に目的語として使う時の形が、はい、この目的格なんですね、ということなんですね。まずはそこだけでもちょいとね、頭に置いといてもらうと、やね、入ってくるのかなということではございます。はい、じゃあ見ていってみましょう。はい、私たちは駅で彼女に会いますね。はい、まず抜けてるのが最初のところ、つまりここではきっと、はい、私たちはという部分なのね。はい、私たちは、はい、何々は何々が主語ですよね。はい、ですから主語としては入るんです。私たちはですから主格で、はい、この we というのが入ってもらえればいいんでしょう。はい、そして駅で彼女に会うんだね。はい、ね、動詞の後で何々を何々にに当たる、はい、目的語部分に入ってくる形ですから、彼女のところの、はい、C のところの、はい、目的格はというふうに入れてあげようか。 We meet her at the station、ね、これで私たちは駅で彼女に会いますと。ほう、できたぞ。はい、その調子で、あなたはそれが欲しいですか、ね、疑問文にはなってますが、ね、主語の後っていうのは、はい、まず動詞が来るんだよ。動詞が来る。はい、ですからここで動詞ってどれだっていうことになるわけだね。そうするとこの欲しいというのが動詞になりそうだ。はい、ですから欲しいという意味の言葉、はい、want という、はい、まず動詞が入ったぞ。はい、そして動詞の後で、はい、何々を何々にに当たる言葉として、はい、これですね。がっていう音が出る場合がありますけどもね、だからといってそれを主語、主格、主語としちゃいけないわけですね。主語としてはこのあなたはが主語で、はい、動詞の後で、それが、つまりそのことをというね、そのものをということですね。はい、ですのでここではね、it のところの目的格、はい、it というのを入れてあげようねということですね。
女は私たちをよく助けてくれます。やっぱり文の最初は空いてます。うん、主語かな。はい、彼女はということでの主語を入れていこう。はい、主格の形で入れますから C ですよね。はい、でオフってのはよくしばしばという意味ですね。で、ヘルプ、助ける、動詞の後で、はい、動詞の後で、はい、私たち、をという目的語部分に入ってくる。はい、私たちで複数ですよ、we。はい、それの、はい、目的語部分ですから、us という風になってくると。で、目的格で入るということですね。私は彼が好きです。はい、I like、 私は好きなんです。はい、だからここで彼がというところ。やはりまた、ここと同じようにがという音。ね、まあ確かに何々を何々にとなるのがそれは目的語なのなんだけど、まあ、がーって出るときもあるね。はい、ですから私は好きなんです。はい、だから彼が、まあ彼のことをということですね。はい、ですから彼、he のところでの、はい、やはり動詞の後で、目的格ということ、目的語ですから目的格ということになってきますね。I like him。そして私は彼のお姉さんも好きです。はい、私は好き。で、sister っていうのがあるね。はい、ですからここは、はい、彼のお姉さん。ね、彼のお姉さん。はい、何々のだ。はい、私のあなたの彼のお姉さん。はい、ここで、所有格が入ってきました。これ初めてだね、この問題の中ではね。はい、ですので、何々のだから、はい、ここでは所有格です。彼だから、he のところですからね。はい、he's ということでね。I like his sister too ということで、彼のお姉さんも好きですということでございました。ということで、まあ今ちょっとね、所有格もまた出てきましたけれども、はい、主語、動詞、目的語という文の作りになってるよっていうのをちょっと意識しつつ、はい、主語でとして抜けてた時は主格の形でね、動詞の後で何々を何々に、またはがっていう音が出てくることもあるかな。はい、そんな時にはね、目的格で入れてあげるということでした。そして、次はね、はい、前置詞というお話なんです。前置詞が来たら、その後、前置詞の後にこういった認証代名詞を使いたいときは、やはりこれも目的格にするという決まりがあるんです。そうしますと、ね、はい、トムは私と一緒に公園を歩きますということなんです。はい、Tom walks in the park。はい、これだけでトムは公園を歩きますですよね。だから抜けてる部分としては何が抜けてるの？私と一緒に、これだね。はい、何々と一緒という意味の前置詞。はい、これがまず入ってきます。はい、誰々と一緒、何々と一緒、with という言葉です。はい、そして前置詞の後、ね、今回は私と一緒ということで、やはりその認証代名詞を持っていきたい。はい、ですから、私のところの、はい、やはりそのを前置詞の後は目的格で入れるという決まり。はい、ですから、with me なんていう風に入ってきます。私はあなたたちのために昼食を料理します。はい。I cook lunch。私は昼食を料理する。はい。ですから抜けてるところとしては、あなたたちのため。そう。何々。さっきは一緒にっていう意味での with でした。今度は誰々のため、何々のためということで、for ということがあるんです。はい。で、やはり for、前置ですね。はい。前置の後は、はい。認証代名詞、目的格です。はい。あなたたちのために。はい。あなたたちだから、複数の方だね。はい。そいつの、やはり、目的格。はい。言うという。まあ、たまたまね、これはね、単数の形とね、形は同じなんだけどね、ここは複数形での言うということでございました。私はそれらを夕食後に聞きます。I listen. 私は聞く。After dinner, 夕食後。はい、だから、それらをというようなことになるんだね。で、listen っていう言葉って、もう何々を聞くっていうのでね、もう一続きみたいな感じで、はい、listen to って使うんだね。はい、to, listen to 何々で何々を聞く。ね。はい、ですので、はい、ここでは listen to とまず入ったんです。で、この to がこれまた前置詞なんですよ。はい、前置ね。だから、それらということで、認証代名詞が入ってくる。はい、そこで、それらだから、複数形だね。複
数形ですから、この he she it は全部この they という形に変わりますので、はい、この they からの流れのところでの、はい、目的格 them というのを入れてあげたということでございましたよ、ということでした。はい、ということでね、ちょっと難しいんですよ、認証代名詞ね。はい、ただね、ここの部分どうぞ、確認しておいてください。まあ今日もね、授業の中では触れたところではありましたが、ね、次回のまとめのテストには、きっと出るんでしょうね、っていうようなところでね、はい、こんなところでの確認しておいてください、ということでした。まあ、とにかく対策のプリントです。認証代名詞の格変化用、ね、それから、予告文の20分、ね、3単元ですから、またこういった、認証代名詞の絡んだもの、ね、入ってましたですね。そして、はい、ね、今日、触れました。はい、どうなんでしょう。ということでございます。ということでした。はい、では、次回、テスト、頑張ります。